はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は次回トルーパーズサバゲーのお知らせ、次回ですね、茨城県の先日行ったもう尾身沢さんっていうところに、まあ、7月に行こうっていう話はそれはそれであるんですけど、その前に状況が状況ですので、まあ、4月にちょっとやろうっていう話であったポリッチグリーン時川でのサバゲーというのをちょっとね、こんな状況の中だったっていうことで、トルーパーズサバゲーのね、チームの最近の皆さんの TTS の皆さんが自主的にサバゲーやろうっていうことでもうすでに企画進んでたみたいで、それちょっと小耳に挟みまして、じゃあどうせなら第2回トルーパーズサバゲーにさせてっていうことでまあそういうわけなんですよ。第2回トルーパーズサバゲーね、 TTS の皆さんありがとうございます。大変頼もしい。ということで、すでに、9人ほどノミネート参加表明いただいてるみたいですが、そうですね、大体まあまた15人ぐらいを目安にで、20人まで増えてもまあいいでしょうというところで、募集を始めたいと思います。日時、2020年6月21日の日曜日ですね。で、10時集合からだいたい5時ぐらいまでと、で9時に入場可能ですよっていうことなので、場所はホリッチグリーン時川さん、4月にやるはずだったフィールドさんですね。その時一回キャンセルする時もちょっと次回ちょっと必ずちょっとなるべく早くそこで遊ばせていただきますのでっていう約束もしてたのでちょうど良いと。それで昼食ですね。昼食は朝集合準備の時点でメニュー、お弁当のメニューが出てきますので、僕これって言って注文をして、お昼にはフィールドのセーフティーゾーンに届くというシステムでございます。多分また外行きたい方はご自由にとか、あとはね、別にコンビニとかで買ってきて持参してくれても全然 OK よと。で、場所の説明、こちら赤羽から高速とかを使ってだいたい1時間15分、まあ1時間半あれば行けるんじゃないっていう距離ですけど、まあ一応ちょっと2時間様子を見て、朝7時、まあ高速降りてからは、どこだ、こっからぐーんとどっかの一本道をひたすら行ってってやつですね。まあ、多分せいぜい30分も走ればここはいいと思うんですよ。そんなんで、渋滞ね、日曜日予想されますけども、そうだなぁ。まあ、6時半にしときましょうかね、赤羽集合組の皆さんは。で、もう一人、そちら、まあ赤羽集合組って何かっていう話ですけど、僕が赤羽から現地まで行くので、もしよかったら、助手席と後ろ3人、合計4人ですね。うん、4人、途中乗っけていけますよっていう話。その代わりも解散も赤羽になります。ので、参加、大井酒さんがとりあえず赤羽集合解散を希望されているので、あと3人いましたらどうぞと、その際は DM でくださいと。で、集合一応6時半にしときましょう。そうですね、そうです、我々遅れるわけにいかないっていうやつで、はい、でいうことで、あとなんだっけ、あとあれですね、フィールド参加料金1人3500円、レンタル代、弁当代は別で、レンタルに関してはフィールドさんで電動ガンとゴーグルのセットで2000円っていうことです。であとはあれですね、まあ例によって、まあここからまた参加者の中でもさらに参加自由度
帰りにみんなで温泉夕食行けたら行きましょうっていうお話でございます。ということで、ちなみにあれですね、あれ持ってこないと、現在参加表明されている面々の、メンツとしては、ノーバッシジさん、重鎮さんですね。であとは、ポンコツさん、ジージさん、レオくん、たけしくん、トラビスさん、ピナタマルさん、大井酒さん、王さんという感じでございます。で、最近のトルパズサバゲのね、TTS のメンバーで、例によって、トルパズサバゲ面白そうだなっていう、初参加の方も、サバゲやったことないんですけどっていう方も、全然初心者歓迎でございますので、何も別にね、最近の TTS とか言って仲良くキャッキャやってても、所詮サバゲが終わっちゃえばもう、ういっていうです。割とドライなところでありますので、別にトルーパーズサバゲ一回入ったら後々めんどくさそうだなとか、そういうのは一切あんないので、その辺ご安心くださいということでございます。そんなわけで、初心者、初参加、いずれも、心よくお待ちしておりますので。で、募集、申し込み方法なんですが、まずは、店頭でスタッフに。で、あと、トルーパーズ山中のツイッターへの DM。あとはトルーパーズのホームページからのお問い合わせフォームかなんかの申し込み。この3箇所の窓口で募集しておりますので、先ほど、読み上げた面々以外の皆さん、さっき読み上げた面々の皆さん別にもうまた申し込みとかいらないのでその辺はね、バッシジさんがやってくれてますということで、大体いつもトルーパーズサバゲーのチームの皆さんにおんぶに抱っこのイベントではございますが、私もこのように骨身を削って今回はこちらの、超合金魂ザンボット3、中古ではございますが、こちらを私物として最後のじゃんけん大会で提供したいと思いますので、あと動画撮りますね、僕はね。で、途中ちょっとお昼食べたらお昼寝しちゃうかもしれないですけど楽しく終わるために全力を尽くしますそういうわけで、皆さんの参加の申し込みをお待ちしております。では最後までご視聴いただいてありがとうございました。